野間が打席に入ります。でアウト。バッターは2番に入っている菊池。メルセデス、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターボックスは3番バティスタ。2アウトランナーありません。この回のカープ打線ですが、2球でアウト、あっという間に2アウトです。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうした。ランナー出ました、カープです。2アウトランナー2塁。さあ、そしてバッターボックスには西川が入ります。さあ、チャンスが続きます。まあなんとか繋いでますんで、このチャンスを生かしたいですね。なるほど、そうですね。これで3連打。打席には6番バッター相澤。カープこの回1点を返しています。さあ1点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。ここまで非常にいい形でつなげましたね。さあ、そしてこのチャンスで打席には7番の阿部が入っています。ヒット。これで5連打。8番バッター田中。カープこの回2点を入れています。さあ同点に追いつき、なおも一打勝ち越しのチャンスです。まあ非常に打線がつながっています。さあ、そして打席には石原が入っています。さあ、チャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで、得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。打席には6番バッター磯村。ヒットでランナーを一塁に置いています。バッターは上本。さあ、ベイスターズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみで、バッターボックスには代打の小久保。西さん、先発した今日ルーキーですが、プロの洗礼を受ける形になってしまいましたね。まあ厳しいですね。まあやはりこれがプロですよ。はい。バッターは4番堂林。カープこの回1点を入れています。さあ、試合を振り出しに戻し、なおも勝ち越しのチャンスを迎えています。ここまで非常に打線がつながっています。小園が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。さあ、カープ逆転のチャンスを迎えています。まあ理想で言えばここで逆転してしまいたいですね。なるほど、そうですね。さあ、どのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには長野が入っています。さあ、そしてバッターボックスには松山が入っています。さあ、チャンスが続きます。この流れに続いて先制してしまいたいですね。なるほど。カープ、ノーアウトランナー一塁です。さあ、一塁に同点のランナーを置いています。バッターボックスには下鶴。まあ、まずはカープのエース大瀬良がマツダスタジアムのマウンドに上がります。エースの立ち上がり注目です。まずはカープの先発野村がマツダスタジアムのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。まずはカープの先発ジョンソンがマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。まずはカープの先発床田がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、ジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。まずはカープの先発アドゥアがマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあ、タイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の栗。カープここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の中村。カープここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がったのは岡田。カープピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のレグナルト。さあ、最終回
マツダスタジアムが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神今村、声援を背負ってのカープ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のヘルウェグ。これから7回ジャイアンツの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号30市岡が2番手としてマウンドに上がります。ここはこれから8回ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。フランスワがマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。9回、しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神中崎、逃げ切りを図ります。